皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回は提督の決断法バッキット日本プレイ空母禁止で続きをやっていきたいというふうに思います。前回ですね、苦しみながら戦艦5隻一挙喪失という、ダメージを受けながらもですね、インド洋を攻略したというところです。でインド洋に入っている艦隊自体は、現在はですね、修理中という艦艇になっています。なので、一旦ここで、艦隊の回復を待ちつつですね、失った艦艇、主に戦艦になるんですけども、戦艦のね、補充をやっていかなきゃいけないね、というところからスタートしていきたいというふうに思います。まずですね、内政関係なんですが、物資の援助とかですね、技術開発、諜報活動、スパイ活動、このあたりは一通りやりました。で、新兵器の開発から見ていきますと、まず小型ディーゼル機関の3が入ってきているので、これはすぐにでも開発を行いましょう。で、残りは一旦このままにします。航空機用もね、少しずつ入れていきたいなという思いはあるんですが、一旦このままにします。で、前回よく分かったのがですね、やっぱり敵の航空機も、性能が増してきているというところもあって、防空対策ですね。敵の航空機への対策。これがもう急務だということが改めてよくわかりました。なので、今回はですね、そのあたりデコ入れをしていきたいと思います。じゃあどういうデコ入れするのっていうところなんですけども、現状、空母を使わないという運用にしている関係上ですね、艦隊の、船の順番。言うと、戦艦、巡洋戦艦、従順、軽順と、さらに駆逐艦と続くように、重たい艦種から、前から順に並べていくというのが、この提督の決断法の、艦列になっているので、まずですね、一番前に防空戦艦です。防空艦ではなく防空戦艦。ある程度砲撃能力を落としてでも防空力、耐久力に優れた戦艦、これを作っていきたいなというふうに思っています。で、その後に、戦艦を4、防空戦艦が2、戦艦が4、で、従順が4、で、その後に防空艦、防空軽巡洋艦ですね。これを6隻並べていこうかなというふうに思っています。では、今回まずですね、その防空戦艦、これを作っていきたいというふうに思っています。防空戦艦なんですけども、海大和型、あるいは大和型をベースに作っていければいいかなと思うんですが、どうしようかな。大和型が完全に沈み切っちゃってるので、ここは大和型をベースに一度見てみますか。まずですね、主砲。これが、三連装が33ですね。そうだ。先に耐久をマックスまで上げた状態の、そこからちょっと攻撃力の繰り回しをしますか。これで9148というのが、今ね、大和型のマックスの値。はい。これ見ておきましょう。で、じゃあ、海大和型はというと、9719。だいぶ変わるな。やっぱ海大和型で作った方がいいかな。で、ちなみにですね、超大和型、これ27キロですね、速度が。なので、すべての艦艇は27キロに速度合わせちゃえばいい。これで設計していきましょう。これで足が出ちゃうという状態なので、手法をまず減らしましょう。でも3連装2機1機は減らせないよな。なんで46センチ方からちょっとワンサイズダウンさせましょう。これでどう？で、その分、防空対策となる装備を増やす。副砲は？複砲は一機一機、三連装一機一機、これも減らせないね。となると、さらに主砲を減らす？主砲は減らせないよな。40からさらにサイズダウンすると31。
31が現実的なところだな。そうすると、どこを減らすかっていう話になると、もう減らすところがないので、ちょっと迷っちゃいますね。どこを減らすか。少なくとも走行は絶対に減らしたくないよね、と。で、手法に関しても、まあ、46からサイズダウンしたとしても40までしかサイズダウンはできない。これ限界ギリギリです。副砲をむしろなくす？いや、意味ないね。副砲なくしたところであまり意味がない。大して減量にならない。航空機の数を減らそうか。ね。航空機の数を減らしちゃって、2まで減らして、あとはじゃあ、副砲を減らす？減らしたくない。意図と違うものができてしまうので減らしたくない。とはいえ、艦隊の一番前にいるので、主砲を排除するっていう考えはちょっとないので、まあそうなると、被害担当艦である以上、どうだろう、後部をちょっと減らす？後部を90ぐらいまで減らして、全部もちょっと減らすか。これが限界。機銃を240。で、航空機をさらに減らせば航空機ゼロにしたらなんとかなるんだな。ただ敵の艦隊の発見が遅れるというのはどうなんだいというのもあるんで、最低には欲しいよね。あと、ちょっとだけ削り足したいな。全体の走行。側面はちょっと減らしたくないんだよね。敵の魚雷攻撃があるんで。いや、これ本当に悩ましい。主砲一気にする？むしろ、後部はいらない？後部はいらないにするか。攻撃力がだいぶ落ちるけど。これでいこう。防空戦艦ですね。27ノット出るので、いわゆる超大和型、次期主力として今、開発中の超大和型と同じ速度が出るんで十分ですね。じゃあ艦名作っていこう。どうしようかな。防空戦艦でいいかな。ちょっと面白みに欠けますが、そのまま防空戦艦にしましょう。防空戦艦に関してはこれが最終形になると思うんですよね。大型ディーゼル機関の3が仮に開発されたとしても、これが多分最終形になるんじゃないかなと思いますんで、一旦これで置きましょう。あとは、防空軽巡洋艦なんだけど、なんかいいのあるかな？ちょっと確認しましょう。双楼型もね、ちょっと全然出番がないっていうのも微妙だしね。あとは、防空重油巡洋艦も欲しいよな。いや、でも防空重巡洋艦はいらないな。それまで手出しちゃうとわけのわからないことになるのでやめましょう。超最上型も出ているし、主砲の攻撃力がちょっとね、まあ、海最上型、これ建造でもしていかないといけないね。超最上型を。まあ、数でいいと。8隻ぐらいは欲しいので、まとめて今回作っちゃいましょう。まあ幸い、インド洋攻略したことによって、お金のボーナスは入ってるんで、鉄がね、ちょっと心配かなっていうところですね。と言っていたらちょうど鉄がなくなりましたね。じゃあ一旦これで止め置きましょう。輸送船が1隻作れるので作って、これインド洋に追加配備します。こんなところですかね。
では、あとは、ハワイに配備する、航空機をちょっと開発したいので、いよいよ、このあたりからじゃあ、作っていきましょうか。エンジンでしょ？エンジン、ジェットエンジン。あとは、この後、さらにお金が必要になってくることに備えて、一旦進めます。おー、ドイツ軍頑張るね、本当に。かつてないほどドイツ軍が頑張っている。お、構成用策略。いいね。砲弾の横断筒に詰めということで、自動的に搭載されるものだということですね。では、ハワイに航空機追加配備しましょう。基地が3つ目出来上がってます。まあ、これは自動配備でいいでしょう。一式の陸攻の数がちょっと足りてない。97式の艦爆。艦船、ちょっと数が足りてないですが、まあ、これはしょうがないで。あとで、一式の陸攻追加で作っていきましょう。ハワイに関してはもう一通り、戦力としては整った形ですかね。しばらくハワイ動きはない予定なので、このままにしておきましょう。で、中部太平洋からは、そうだね、航空機をすべて撤収させよう。で、そうすると一式の陸攻がハワイに回せるので、これで、まあ、お金を使うことを減らすことができそうなので、そうします。同じ要領で多分他にもね、もう航空機いらないところあると思うんだよね。小笠原沖とかね。まあ、小笠原沖は一旦このままにする。沖縄、小笠原、まあ一旦このままにしましょう。で、ハワイに、第三飛行場。ここに一式の陸攻をドカッと配備すれば、もう盤石です。ハワイが陥落することはない。まあそう言い切ってもいいな。あとは、日本近海から艦隊、新設して、運んでいこう。甲斐大和型。それに加賀型の戦艦が3。これで失った5隻の艦艇は全て取り戻せますね。さらに、従順が何隻かできていて、防空軽巡洋艦も何隻か入ってますね。これを、第6艦隊と称して、インド洋へ進出。で、インド洋に到達したら、ここで、一旦、回復しましょう。西地中海失ったなぁ。まあ、ただ、それでもね、ドーバー海峡を抑えたのはでかいと思う。管制用の航空対空レーダーに、さっき内戦何もやらなかったね。すっかり忘れちゃった。新兵器の開発は航空用レーダーではなく、管制用の策略でしょ？あとは、対空レーダー、なかったっけ？航空対空レーダー。対水レーダーもやっちゃう？この際。戦略爆撃機はまあ使わないので、まあ本当に一番最後。お金が有り余ってる時に考えましょう。で、技術開発は、いやー、いよいよでも本当にあれになったね。砲撃レベルはマックスになりましたね。いやー、鉄がないのか、ドイツも。我々も鉄がないので、ここはアルミで我慢してもらおう。マダガスカルに一応スパイを送ります。スペイン沖奪取したくてしょうがないんだね、ドイツ軍は。
で、甲斐大和型がさらに2隻。で、英国予期者夜間航空機。ということはもう敵の方も、特にアメリカ軍は、すでにこの域に達したと見ていいね。夜間でもバンバン飛ばしてくると思っていいと思います。なので、ちょっとそのあたりは十分に注意が必要かな。いや、鉄なさすぎだろ、ドイツ。ちょっとしょうがないな、こればっかりは。鉄を送ってあげるしかないな。で、今できた甲斐大和型を加えて、第9艦隊として、インド洋に送っていきましょう。で、インド洋に着いたら、艦隊の再編を行います。中型ディーゼル機関の3が入りましたね。で、アラビア海攻略に関しては、もう1回ね、もう1ヶ月って言った方がいい、正確かな。もう1ヶ月延長して、アラビア海の攻略やっていきましょう。物資の援助はアルミもないね、ドイツは。よくこれで戦えてるなっていうぐらい、物資が困難な状況になってるね。超最上型、普通の従順ですね。これが5隻できましたね。鉄の全くないドイツ。あとは防空艦と、甲斐最上型にあたる、さらにその超最上型。これをあと、さっき3隻作ってるので、5隻作ってるので、プラス3隻作って8隻体制にします。で、この辺りもね、速度は、30キロ、30ノット出るんですけど、もうちょっと落としてもいいかなっていう感じですね。で、同じ要領で、防空艦、軽防空艦もこれ、31ノット出るんですけど、これ、小型のディーゼル機関の3が、中型のディーゼル機関の3が完成したら、さらにアップグレードをかけていきましょう。というわけで、一旦ここはね、軽防空艦は見送りましょう。でだ、インド洋、艦隊再編できる？できるね。第1艦隊、第2艦隊、第3艦隊であるんですか？また第1艦隊の方に、機関を越前に変えて、提督を、栗田さんがいつの間にか中将に上ってる。これはありがたい。あとは、編成で第6艦隊から、一隻引き抜く。これで第一艦隊はもう完全に揃いましたね。で、第二艦隊にも第六艦隊からヤマト2隻、これを引き抜く。第2艦隊の機関、これには近藤さんを乗せましょう。で、第3艦隊から第6艦隊、いや、第6艦隊からって言った方がいいかな。戦艦2隻、香川2隻と、あとは、従順で数を増やして、駆逐艦の早漏型、今のところ活躍の機会なかったから、もうちょっとなんか見せ場作ってあげたいな。こんなところでいいかな。
で、第三艦隊の旗艦は、伊豆へと変えていきます。で、一旦これで艦隊としては揃った形かな。で、提督も乗せていきましょうか。乗っていない人がいれば乗せてあげる。一通りみんな乗ってるね。OK です。じゃあこれで、後続の大和到着を一旦待ちましょう。と同時に、今のうちに輸送船をちょっとまとまった数作って、足りてないところにしっかりと配備しよう。足りてないところはいくらでもあるはずなんで。オーストラリアとかどうなんだろう。結構、物資的にきついところはあると思うんだけどね。こんなところで大丈夫かな。アリューシャン、ゼロ席。OK だ。いや、ドイツのこの、イタリア近海危ないね。超ヤマト型。ようやくだ。待っていたぞ。新艦、VT 新艦はすぐに作っていきましょう。で、いくつかの航空機も開発可能という状態になりましたね。じゃあ今回も内製からいきます。正規開発ですが、VT 新艦、これはすぐにやろう。あと、管制用のレーダーですね。これもすぐに開発。瞬間もやる。で、航空機の開発、これももう全部入れちゃいましょう。まあ実際には使わないんですが、陸上タイプのね、航空機を作る、開発するためには必要になってくるので入れておきます。物資の援助はアルミがないね、ドイツは。で、スパイ活動は捕まったところ。航海に新たにスパイを送り込む。いいでしょう。で、艦船の方なんですが、超ヤマト型が建造可能になっているので、これを作っていきます。超ヤマト型はそうだね。どうする？飛騨から越後、越前、越中、備中が。この辺りの名前をつけていきますか？越中。うん。何？鉄が足りない！マジか！1万使うの？この超ヤマト型って。やばいな。この数は。ちょっと驚きですね。で、第8艦隊に入っている戦艦。ヤマト。第一艦隊から第八艦隊に加賀を移して代わりに甲斐大和入れて甲斐大和型四隻体制ですね。第一艦隊は第二艦隊も大和型二隻体制にしよう。天城だな。天城を外してこれ巡洋戦艦なんで甲斐大和型を投入します。これで第二艦隊は、甲斐大和型が2隻という体制。で、第三艦隊は、天城を外しちゃって、天城を入れるっていう意味のわからないことをおっしゃいましたけど。駆逐艦遺跡外した天城を増やすか。これでどう？で、あとは、ちょっと考えておかなきゃいけないのが、揚陸艦をどこに継ぎ込むかだな。揚陸艦は第三艦隊に入れよう。駆逐艦を4隻外して、代わりに揚陸艦を4隻入れる。
だこの第三艦隊は陸戦隊もいる部隊だという認識でいきましょう。OK だ。これで固まったね。で、基地の守備隊は第6、第8、両艦隊に任せる。というわけで、インド洋から艦隊を出撃させます。イギリス軍の艦隊。これが入っているのが、アラビア海にいる第10艦隊のみだね。第10艦隊の方はというと、特に戦艦とかはいない。であれば、一気に飲み込もう。ここはね、海大和型、大和型、これらの戦艦部隊になるので、一気に蹴りをつけられるはず。いやー、危ないね、本当に。イタリア近海が。急いでイタリア近海に急行してあげないと。おっと、一個艦隊、出撃忘れしてるけども、ここは時間がないので突破するしかない。行こう。日没とともに出撃します。まずは敵の飛行場を一つ夜のうちに潰してしまって、敵のね、航空機を少しでも多く無力化しておきましょう。違う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 ぞ。まあ、すでに敵の飛行場一つに対しては攻撃を開始してます。思ったより火力が出てないのはあれだな。ちょっと残りの艦艇が少し敵の基地攻撃の射程外に出ちゃってるからね。ちょっと一番危険な時間帯にあれだね。このまま行くと敵の飛行場に接近するね。今3時半なんで、もうすぐ夜が明けてしまうという状態か。一つ目の飛行場は完全破壊できそうですね。夜明けまでには。OK だ。じゃあ第2飛行場の破壊に向けていきます。あと敵の艦隊がどっかにいるはずなんだよね。この辺りで雨がバーッと降ってくれると助かるんだけどね。敵の艦隊は敵の飛行場近くにいて守るような動きになってますね。まあ艦隊突入させるしかないので突入させます。
見ているよ。うわ、早い早いよ。弾薬庫に引火して戦艦イズ、ゴーチン早い。弾薬庫に引火からが早かったなぁ。弾薬庫に引火すると、あっという間だね。ちょっと揚陸艦を投入するのをこの飛行場に変えましょう。敵の飛行場を破壊したのを確認した。いや、ひどいことになったな。ただ夜が来るんで、夜の間になんとかね、決着をつけていきましょう。さあ、この夜のうちにケリをつけよう。敵の戦艦も壊滅させていく。いや、防空艦あってもね、さっきみたいに直撃弾受けて弾薬庫に引火するとあっという間に沈みますね。まあ、あとはもう、時間進めるだけなので進めていっちゃえば、被害がどれくらい出てるかね、ちょっと気になりますね。確認していきます、味方の方は戦艦一隻伊豆が撃沈されたわけだな。もうそれ以外はなんとか持ちこたえたという形ですね。防空戦艦が建造可能になりましたと。ただ必要な鉄がこれも1万と、なかなか鬼のように必要になってくるな。海大和型一隻佐渡が就航。で、対空レーダー、対水レーダーが搭載可能になりましたね。さらに対水レーダー2がこれで開発可能という状態になりました。そしたらまずアラビア海からはですね、艦隊一旦引き上げます。大破してる艦艇も多いので。第3艦隊も一旦インド洋に引き上げて、ここでドック入りさせましょう。で、逆にインド洋にいる艦隊、
第二艦隊とか出しそびれたんで、これらの艦隊を一旦アラビア海に入れちゃいましょう。で、アラビア海は基地を一個確保してるので、ここに航空機を配備して防御もプラスしていく。こんなところかな。はい。じゃあこれでいきましょう。というわけでね、今回苦しみながらもアラビア海、戦艦一隻失ったという、これも大きいですけどね。戦艦一隻。これが従順とか軽順を一隻二隻失うのと戦艦失うのではもう意味合いが違いすぎるんで。まあ、ただ、まあ、幸いにもと言うべきか、やっぱりね、装甲の硬い大和型、海大和型は沈んでないので、まあ、そこはね、救われたところかなというふうには思います。あとは、さっきみたいなオペチョンですね。第二艦隊を投入し忘れるっていうオペチョン。こういうのをね、極力なくしていきたいというふうに思います。では次回、内政から続きをやっていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。